英語のことわざ紹介します。今回紹介する英語のことわざは、You never miss a water. tees runs away dry ですこの英語のことわざの意味は、井戸が枯れるまで水のありがたさはわからない。要するに大事なものっていうのは失って初めて気づくということですね。で、この英語のことわざが僕たちの人生にどういうふうに役に立つのかというと、まあ家族であれ、まああの親友であれ、本当に大事なものって失って初めて気づくんですよね。だから、あの自分の今、あの、享受している日常っていうもののありがたさを日頃からちゃんと噛み締めて、で、あの、後悔しないように自分の大事な人たちには日頃から感謝の気持ちとか、いろいろ伝えておく べきじゃなないいんですかということなんでですすかととうこよねだから、まあ、例えば皆さんも大学行きましたとか上京しましたとか社会人になりましたとかで1人暮らしした時に「あなんか親が自分の料理作ってくれたりとか「洗濯物とかいろいろ家事してくれたのありがたいな」っていうふうに思ったことありませんかとか。 社会人になって毎日忙しくて、学生の頃は毎日友達とバカやってたけど、な、なんだろう、今まで自堕落に過ごしてたあの時間ってものすごい貴重だったなっていうふうに、時間に対してもありがたみとか感じませんでしたかっていうふうに、まあ、人間って良くも悪くも、環境に適応してすぐ慣れる生き物なので、まあ、自分が今幸せだとしても、その幸せに気づけなくなっちゃうんですよね。だから皆さんも、日頃から、あの、自分に対していろんなことをしてくれたりとか、あの、お礼をしてくれたりとかする人たちに対して、こちらからもいつもありがとうっていうような感謝の気持ちとかを伝えておかないと、 もしも一生話せない状態になってしまった時に後悔しますよと。そして、まあ、人間関係だけじゃなくて、自分が持っている健康だったりとか、時間だったりとかっていうのも明らかに限りがあるので、その自分が今持っている武器とかっていうのもありがたさをちゃんと理解して、あの、無駄がないように使っていきましょうねと、人生を過ごしていきましょうねということを、僕はこの英語のことわざから解釈しています。ということで、今回は以上。